ゲーム好きの女の子へのいいアプローチ方法を教えてください。その子と同じゲームまず好きになって、その子よりも上手くなると、えー、リスペクトが生まれるんで、おすすめです。ここ1年生です。若い。2週間前に付き合い始めたんですけど、たまに一緒に帰るんですけど、手を繋いだことないんですけど、初めて手を繋ぐときのコツを教えてほしいです。付き合い始めてるのか。で、あったらもう無言で行きましょう。あの、ピッて。ピッて。 ピッていきましょう多分緊張すると思うんですけど、緊張してるって言っちゃいましょう。やばい、繋いじゃったみたいな。無邪気な感じで行くのが多分いいです。めっちゃ繋ぐの緊張したんだよねとかも暴露しましょう。はい、暴露両方で行きましょう。隠すと多分、こんがらがるんで、緊張してるんだって相手に思って言っちゃうっていうのが多分楽ですね。彼女が喜ぶ言葉ランキングトップ3ってめっちゃ出してほしいじゃん。じゃあ、 出しますよそういう動画大学2年男子です毎週月曜日に昼ご飯食べたり勉強してる女子がいますいいですね次3回目になるですが告白は早いですか一緒にいるときは私たち似てるねとか言ってくれますテーマパーク誘ったら土力だったのですが帰省するらしく6月後半くらいになりそうですここまでだとかなり遅いかなと思ってます今親の関係でお互い夜ご飯は厳しいですいややっぱまともっすねいやこの人は多分僕がアドバイスしなくても すご飯食べるのが3回目は、ちょ、がちょっと弱いかなぐらいですね。できたら大学外の、お互い、割と、気がないといかないよねっていうデートに2回ぐらいは行っときたいですね。えっと、早く告白して、こう、気が冷めないうちに告白しないとっていうのあると思うんですけど、逆に言うと、今告白しても、しばらく会えなくなるわけじゃないですか。結局、告白後継されても、それが長続きしなくて、恋人として楽しい時間を過ごせないなら、まあ、それは、告白して振られるのと僕は同じだと思うんで、今焦って告白て、 して付き合ってからしばらく会えないっていう方が危険だと思いますあれ付き合ったけど全然会ってないし全然関係進展しないじゃんって与える影響の方が天秤にかけた時はマイナスだと思いますひろとくんイケメンありがとうございます彼女に誕生日プレゼントにあげるものは相手の好きそうなグッ すか、彼氏らしいものだったらどっちがいいですか基本は相手の好きなものを渡す方が相手の満足値は高くなります高校1年生です若い彼氏と物理的距離が近いですはい。えー部活の時とか2時間肩がひっついていたり抱きつきそうな距離でいるんですけどどのくらいの距離感がいいんですかま違、あ、っ 悪いことはないんで付き合っててはいこのままでいいと思います頑張ってください元カノに1年ぶりに告ったらまだ好きになるかもしれないけど今は親友って言われましたでも土日デートに行きますこの時にやった方がいいことありますかあと今後気をつけることありますか1回別れてるならまず別れた原因は潰しておくっていうのとあ、あの時のこの人と違うんだなって思わせる何か一面とか今何かに向かって頑張ってること勉強でもいいと思うし趣味でもいいしスポーツでもいいんであん時頑張ってなかったけどこんなに今この人一生懸命に生きてるんだあ、この人はおそらく私がいなくても重点とした人生を送ってるけどそれで も、なお、私が必要なんだって思わせることが大事ですかね。日曜日、好きな人の誕生日なんですけど、プレゼントってどういうものがいいとかありますか基本的には相手が欲しいものを渡す。自分が手間暇かけて作ったものとかよりも、相手が欲しいと思ってるものを渡す方が満足値が上がるんで、まずそこを第一優先にして、プラス、あ、これって手間かかってるんだろうな、大変なんだろうなって思われる。手間をちょっとかけるといいと思います。なんか、ポンって買って、ポンってラッピングしたもの渡すじゃなくて、なんか手紙つけるとか。ま、あでも、好きな人の誕生日って書いてあるのか。付き合ってないんですもんね。付き合う。 ないなら重たくなりすぎないっていうのも結構ポイントだと思いますまあ、手紙はちょっと重いですね